今頃地下鉄は町から遠く離れているはずだ。あのセクシーな連れも。彼女はそういうんじゃない。素晴らしい警官だ。よし、しっかり集中してくれよ。もう警察署だ。ここがどう見ても墓場だがな。ブラッド、やめろ。耐えれる。マジかよ、ブラッド。お前まで。許してくれ。許してくれ。鍵をかけやがった。なんとかして開けろ。こいつは俺が勝たせる。おい、やる気か。開いたぞ。スターズ、役に立ちそうだな。あの警官はどこだ。さあな、それより任務が先だ。情報が確かならバード博士はスターズオフィスにいる。ひっ捕まえてさっさと戻ろう。ひっ捕まえる？救助するんじゃないのか。カルロス、これ見てみろ。オフィスの場所が分かった。ここだ。いいか、その機密を握ってる。本人もただじゃ済まないと分かってるはずだ。なるほどな。だから救助じゃなくて捕まえるのか。嫌な任務だな。シャッターを開ける。そこから行け。お前は警察署の現状を調べてくれ。ああ、何か分かったら呼ぶ。おい、気をつけろよ。ああ、お前もな。一体あれは何だ。ゾンビの仕業じゃない。ひどなし、お出ましか。未知の何かがいる。強敵かもしれん。未知の何か。分かった、カメラで捜索してみる。気をつけろよ。
なんてやばいよな。カメラが奴らの弱点ならこっちのもんだ。畜生、塞がってやがる。
やめとこう。よし、じゃあ一丁ぶち壊してやるか。もらっていくよ。ありがたいね。ここじゃこれ以上の情報収集は無理だ。そっちに向かう。了解。順番だ。
辛いね。バード博士、やっと繋がった。私が何回呼び出したか分かってるのか。もう心配ない、助けてやる。今どこだ。病院から出られないでいる。辺りは化け物ばかりで身動きができない。スターズをよこせ。出ないとどうにもならん。いや、警察は今それどころじゃない。なら何か策を考えろ。アンブレラが研究者を次々殺しているんだ。ゾンビ化を治療するワクチンの作り方を知っているのは私しかいない。選択肢は2つだ。そこで一人遊びするか、できるやつを送り込んでさっさと私をここから出せ。面白いやつだ。お前にはな。それよりバードだが、引き渡した後に消されるんじゃ。俺らはミッションで来てる。従うしかない。俺は PC でバードの居場所を調べてみる。少し時間がかかる。お前は使えるものがないか見てくれ。ああ、どうした。脱線した。怪我人は。ジルか。おい、マジか。なんだって。ジル、ジル、何があった。ジル、答えろ。悪い、行かなきゃ。わかった、バードは任せろ。私だけ。
カルロス、聞こえる？カルロス。最悪、通じない。まだくたばってない。ここから逃げなきゃ。あいつも終わりね。カルロス、応答して。ああ、どうした？ダメだった。列車が脱線した。脱線した？怪我人は？みんな死んでしまった。ミハイルも全員よ。おい、マジか。ニコライに見殺しにされたのよ。なんだって？ちょっと嘘でしょ。生き返った！ジェル！ジェル、何があった？ジェル、答えろ！
やりましょう。受けて立つわ。離れ！カルロス、聞こえる？ああ、もうこんな時に故障するなんて。勘弁してよ。実にいい仕事をしてくれたよ、ミス・バレンタイン。ジル！おい、しっかりしろ。なんてこった。タイル、聞こえるか？どうした？ジルが感染した。今から病院に連れて行く。バードの力を借りるしかない。じゃあ、そこで合流だ。俺が治してやる。辛抱しろ。手に入れる。すぐに良くなる。必ず。